名古屋市によりますときょう発送されたのは2回目の接種から6ヶ月が経過した市内に住む12歳から17歳およそ3万4000人分の3回目用の接種券です12歳から17歳の3回目接種はファイザー製の新型コロナワクチンが使用されます接種券が届き次第、市内のクリニックなどで無料で接種を受けられ きのうまでの1週間で名古屋市が発表した感染者のうちおよそ半数を20代以下が占めていて市は若い世代にも3回目のワクチン接種を積極的に検討してほしいとしています。